そうするとほら植えるときに曲げとくとこういうふうに曲がったのができる。はい、今取るけどね。でもこれは化粧鉢に入るわ。はい、曲がっていいでしょ。あ、いいですね。今これも順番に鉢へ、ほらこんな曲がって面白いね。あ、面白いですね。根っこがね、うん、こういうのはその植える時に曲がるようななんかことを考えてやるとこういうふうに曲がったの。だから鉢へただ植えといただけじゃ、普通に植えといただけじゃあのなんていうの、曲がりが出ないわけ。はい、ただまっすぐ鉢の周りをぐるぐる回るだけになっちゃうから。うん、こっちね。あ、かわいいですね。でもっと太い根っこを取ろうと思ったら、はい、化粧鉢入れないでこのままもう一回素焼け鉢に植えて根っこ太らせるのも、それはその人の考えだから、はい、どっちがいいとも言えないけど、ほら商品ではこういうんでいいわけね。もう根の細さもこれぐらいの細さがちょうど商品に。うん、でもこれじゃちょっとあれでしょ、物足んないでしょね。もうちょっと太くなる、うん、でもこれから芽を出すとあの上の枝ができる頃にはちょうどいい太さになってくんじゃないかな。うん、でこれは一回ここで根を切ってるからこういうコネがいっぱいあるわけ。はい、でコネがいっぱいあった方が根臭は芽の出がいいわけ。うん、ほらこういうふうになるわけ。あ、かわいいですね、ちっちゃくて、ね。でこれは今化粧鉢入れるから、はい、後でねまとめてどういう状態になるか。ほらさ、挿し木したんじゃこういうカーブは出ないから。ああ、そうです ね、 ね。じゃあもうで取るんだったら、泥を取るときに丁寧にやらないと傷だけになっちゃうから。はい、これほら地面にくっついてたから、ここから根っこです。ああ、本当ですね。あ、そうなっちゃうんです ね、 ね。この植え替えはやっぱ2年ぐらい経っちゃったら。いや、1年だよ。あ、1年で、うん、結構信濃寒桜はあの旺盛なんですね。うん、結構ね、伸びがいいやね。うん、でもほらあんまりいい根っこじゃねえやな。うん、だからあの寝伏せ取るやつは上を作りながら次のやつを作ってる。うーん、根っこをね。ただその根っこを作るときに根っこが面白い模様が出るように植えないと面白いのができない。うーん、さてこういう風になるんだけど、はい、ここがこうカーブしてここがまっすぐのが長いでしょ。はい、
するとこのままじゃ面白くないから、私の場合ですよ、はい、こういうこと、あー、こちらの方が面白い樹形になってますね。そうすると商品の面白いのができる。はい、わかりますか。はい、だから大きい桜もいいけど、小さく作るときには小さく作るように考えて切っていってね。それから丸八の場合には、はい、真ん中上のが基本なんだけど、うん、例えばこの枝がこっち1個来たんでしょ、はい、そういう時には気持ち支柱心よりも反対側に寄せた方がいい。もうこの寝癖で、はい、花はもう今年来ますかね。いや、今年っていうか来年。来年だね。はい。思い切って切っちゃうからね。切らなきゃ咲くんだけど。だからこう中心よりも少し右側に来てるんでしょ、はい、あ、来てますね。左側になびいてるから、中心よりも気持ちね。はい、